おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV ではアクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日はメンテナンスを2ヶ月ぶりぐらいに行うので、その様子を見てもらいながら、ちゃんとした動画はね久しぶりなので、まあ、改めてこのチャンネルのコンセプトの話を交えて進んでいこうかなと、思います。まずこのおてこ TV のコンセプト、私のアクアリウムの考え方ですが、自然の力に逆らわず自然環境を水槽という小さな世界に詰め込み、自然の力を使い自然に任せてアクアリウムを楽しむと、そして私と同世代の働き盛りでも手間をかけずにアクアリウムを楽しんでもらいたい、そしてさらにはお財布に優しいと、まあね、そのお手伝いができればと、そういうようなコンセプトを持って動画配信をしております。で、私自身毎日清掃して毎日水替えをして常にピカピカの水槽として管理するというのがね、正直できないので、できれば手間をかけずインテリアとして十分に楽しめるクオリティで、しかも魚も健康的に飼育できるというのが理想かなっていうふうに思っております。で、前回動画でアップし説明させていただいた通り、まあいろいろな理由で忙しくてね、アクアリウムに手を入れれなかったんですけれども、まあ、今回は、こんな感じで、まあめっちゃ茂ってますね、まあわらわらわらみたいな、まあ文字通り、草が生えております。まあ、ウーパールーパーの水槽、まあ最近ねウパシって呼んでるんですけどね、このねウパシのね水替えはまあさすがにやってたんですけれども、それ以外は放置ですね。2ヶ月程度ウパシ以外はノーメンテ、まあ、ただ見た目はまあ2ヶ月なので、まあ水草がねめっちゃ成長しまくっていますので、まあそれでもねギリギリ見れるぐらいではあるんですけれども、2ヶ月放置でもまあ魚も死なずにね、安全に、管理できている、まあ、これが自然の力を利用したアクアリウムに他ならないのかなと思っております。では実際に自然の力を利用したアクアリウムとは、まあ、具体的にお話ししますと、水槽の中には目に見えない小さな微生物が無数に存在していて、その生物たちの分解能力で魚から出た有害な毒素を無害に近いものに分解していきます。水草は光と栄養が必要で、栄養は生物から発生し微生物たちが分解したものが栄養になります。その栄養を吸収することで、水槽内に栄養が過多にならないため魚は安全に生活できて、水替えの頻度も少なくなって苔に回る栄養が少なくなって苔掃除の頻度も低下するとね、まあ最高じゃないですかってことで、まあここまで完璧には無理かもしれませんけれども、まああくまでも理想なんですが、自然の力を利用することで人間が手を入れずとも水槽はきれいな状態を保てるのではないか、そもそも人間が手を加えることによって自然は破壊されてきたっていう歴史もありますし、人間が手を出さない方がうまくきれいにいくのではないか、まあそんな考えで、まあ私はねアクアリウムを実践しております。まあ正直ね、今回まあ私のようにね突発的に忙しくなることって結構あるかと思うんですけれども、まあ忙しくてね趣味に手を回せれないなっていう風に、まあそういったことって私だけではないですよね。
まあ、特にね私と同世代、まあ、30代から50代、うん、まあ、同世代って言っても結構幅広く取っちゃいましたけれども、まあ、子育てや仕事も役職がついて、まあ、忙しくなったりね、うん、あと地域の役員とかもね回ってきたりするんですよね、うん、で仕事が重なって趣味に時間を割けないというのはね結構耳に入ってきますし、特にアクアリウムは日々の餌やり自体はね、まあそれほど時間かからないかもしれませんけれども、まあ水を変えたり、苔を清掃したり、まあ水草をね、トリミングしたりと、まああとフィルターの清掃とかもね結構時間かかりますしね、うん、まあ水を扱っているので、まあ水自体も結構重いですからね、うん、一仕事になりますということもあって敬遠されがちですよね、うん、まあ綺麗なお魚をね飼育したいけれども手間がかかるので飼育できないなとか、興味はあるけど水替え大変だからなみたいな、手出せないなみたいなね、うん、まあでもねそんな理由でアクアリウムを趣味として始められないのはねもったいないんじゃないかと、もっと敷居をね低くして楽しんでもらいたいなみたいな、まあそんなコンセプトでおてこ TV、続けてきております。まあ動画内容的にはね、おてこ TV の動画内容的にはまあまあいろいろとね脱線した内容も多いんですけれども、まあ基本のねコンセプトとしては、まあ、より多くの人にね、楽にアクアリウムを楽しんでもらえるような、まあそんな内容の動画を配信していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、今後も引き続きアクアリウムの動画配信していきたいと思っておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、サブチャンネルのおてこ酒場、こちらの方もちょっとお休みさせていただいてたんですけれども、まあちょっと近日にやつを復活したいと思いますので、こちら私の奥さんのもじゃさんと、はい、楽しい動画作ってやっていますので、こちらの方も興味がある方はぜひぜひ見てやってください。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。